ちゃうかもしれないじゃん。何かの間違いで。いやいや。あ、いい、大丈夫。なるべく映さないでよ。よいしょ。私のやつではいけそう。え、テロップ何？え、四国。え？全然かも。ナイス。あ、もう、あ、ごめんなさい。え、なんか何かがどうにかなってる。四国。え、あずみもうちょっと寄る？あ、寄りますよ。あ、か。いや。そこ回転かもしれない。あ、え、あ、いや、なんでもない。こっちに、あ、こうします。こうした方がいいですよね。全然カメラ。よいしょ。つけてる？起きちゃうのに配置が違う。気をつけてくださいね。四国。私のカメラ。私のカメラ。私のカメラは奥ちゃんを狙ってるよ。一番見やすいのは。おきももさん。四国。はい。おきもも。桜。危ない危ない。ゆきりかが危ない。ゆきりかが落ちた。確かに自分の危ない。確かにいろんなところから飛んでる。安心してください。できた。もうそれだけテロップ書いておこうか。確かにゆきりが入ってますよ。ゆきりが。こんばんは。ちょっと休み。あ、最後の。可愛い。最後の。打ち合わせしとる。曲教えてもらえる。こんばんは、中村です。今日は四国でゆるゆる配信で、いろんな角度から今日こんばんは見れるんですけど、このカメラは下手下手カメラ、マイキューさんの横にセットしてます。あずみくんよー、起きちゃった、後ろ姿がすごい、え、これつけれるの、後ろ姿だけ後ろに、いろんな前のところからアングルから、あ、ついたアングルもあるからどこ？そうだよ。で、一応オッケー。え、みんな、まひちゃん大丈夫そう？何？一回ゆきりかんとこ集合する？いいよ。はい。はい。え、これだ。ゆきりかね。ゆきりかめだ。やった。めっちゃすごいこのもう。業者、業者を使うみたいな。うわ。
ハンカラになりました。ハンカラです。見やすいかな、ちょっと画角があれなんですけど、ゆきりかが正面です。うん、ゆきりかさん定点。こっちは下手カメラなので、ちょっと見づらかったら鉢窓してください。これ水色に見えます。もみちゃんと同じ色、水色かな。そう、そう、本当に偶然なんだよね、これ水色。ガイドのソロ。そう、ガイドの、しかも T シャツ、私たちはガイドです。いや、でもこれが水色かな、多分。あ、これが緑だ。緑、ピンク、あ、水色、水色だ。じゃあ、今のみんな無音になっとった、ごめん。エメラルドグリーン、エメラルドグリーン。あれ、つかなくなっちゃった。もう一回ね、ポチッとしたら、あ、ちょっと、あ、エメラルド、あれ、これの色だったっけ。これでした、さっき。エメラルドグリーン、エメラルドグリーンだ。じゃあ緑にしよう。緑、あ、ありがとう。え、あれ、今緑ありました。ない。ないですよね。あ、あった緑が出た。それぞれ誰が正面、ゆきりか、ゆきりかがもう0番、あきさんが0番後ろ、後ろでやってます。まひなさんが下手、もう端っこ、端っこです。これは下手、ちょっと、まあ、中央ら辺、斜めら辺、いろんな画角で見えるね。あおいさんがもう上手の一番向こう、最先端。あ、マイク、そうだ、マイクもある。あずみんは下手です。下手斜め。え、そうだよ、普段見れない感じの画角、本当に普段なかなか見れない角度、しかもレッスン上なので楽しんでください。あずみんもちょっとドキドキ、ドキドキしてます。やばい、もう時間がない。ここちゃん、時間がない。時間がない。あー、あ、もう破れてるから。あー、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 thank you.
ごぼう、たまにセロリ、ブロッコリー、大根、太陽のぼうね、頑張れってことだ。
これ以上言いたくない。だって君は十分頑張っていること知っているから、そこそこでいいんじゃない。無気になることない。辛くなってしまったら歩けばいいし、安くなって問題ない。人は誰だって だらしない生き物だけど、変わってみたくなる。そう、これをきっかけに行け。歌う
誰よりも誰よりも愛しなせい、もう僕はじっとしていられない、愚か者と白い海刺されても、本気とはそういうことだろう、こんなにもこんなにも愛おしくて、君しかもう見えていない、ゆっくりとゆっくりと貯金失う、愛はいつでも人を震わす、そして僕が僕じゃなくなる、ありがとうございます。観光大使
ですっていうのもさ、うん、勝手にがあったじゃん、ずっと。語呂が若干悪くない、うん、なんか、はい、え、じゃあ、なんか来たら、作っていいよ。作ってよ。公認とかじゃダメなの。なんか、本当にとかダメなの。本当に本当に本当に彼女の資格が目立てたりなるかな。いや、テストとか出るとき恥ずかしくないかなって感じで。でも、この際なんか、ないかね、福ちゃん。え、リーダーじゃん。そうだね。うん、本当に本当に本当に今語呂いいよね。でも確かに、まあ、予定に勝手に言い踏んでる感じの。わかりました。はい、国公認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 、ちょっと一旦やってみよう。国公認。はい、皆さんこんばんは。国公認四国から皇太子です。ボツで、ボツやな、ボツやな。ちょっとあの役所感が出ちゃったね。そうだね。聞いてください。アボカドじゃねえし。
去年と同じ空
るけど愛おしき誤算した時
はい、というわけで、ユニット曲はアボカドジャミー、涙の湘南、初恋の鍵と3曲聴いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあね、ここからは、はい、葵ちゃんプレゼンツのとある企画を用意してますので、はい、ちょっと四国でこんなのやったことないよ。やばいよね。やばい。四国いろいろね、あれは大丈夫。あ、確かに。じゃあお願いします。準備してますか。はい、多いんだよ。これさ、葵ちゃんプレゼン知ってた？これ、なんかやりたいっていうのは聞いたことあって、正気じゃないの。送られてきたんでしょ。ね、びっくり、うん、なんだろう、あ、知らない。いや、知ってます。でもさっき、着いた時、あかりんさんがすっごいたくさん荷物を抱えてるから、あとに知らない、なんか、や、ブツを出していて、あー、気づいた。はい、ちょっと気づきました。葵さん、ちょっとそういうところあるから。いや、そうだよ、ね、そう、恋やりたいみたいな、ね、そう、恋、やりたいっていうやつが私たちのとてつもない被害だった。そうそう、被害だった。今日、カメラがいっぱいあるので怖くてね。どこ見てもカメラやもんね。全然もういいに乱れてます。逃げる。なんと、わ、え、持ってきた。なんと、すごい、なんと、おー、うわー、美味しそう。美味しそう。手作りの、手作りの、葵さん手作りのお寿司。手作りと思えば手作りよね。ロシアンルーレットです。うわー、順番に見せていく。まあでもね、全然わからんけどね。お、いいですね。どれ食べてもいいです。それっぽいよ。ぽいぽいぽい。じゃん。美味しそう。サーモンだ。お寿司が。そう、サーモンです。これサーモンが。お待たせしました。こちら今日、リアル引きで買ってきました。大事。四国の女はね、契約ができますので。大事ですね。そこもね。めっちゃ美味しそう。美味しそう。はい、葵ちゃんお願いします。え、どうする？でも、じゃあ、え、どういう順番に食べますか？確かに。え、でも、ただのお寿司よね。ただの寿司の中が3つだけわさびを3つも3つも言ってたね。
じゃあ皆さん手を拭いてください。はい、はい、ちゃんとね。そう、こういうのちゃんとしないとコンプラコンプラ。そうそう、洗った中が分かる。そうそう、ありがとうございます。ありがとうございます。ショートケーキね。これ良かったんだ。あ、そういうことか。ああ、なるほど。白用。それ用だって。え、白用。やばいやばい。怖い。ガチじゃん。もう一回出す。え、怖い。だって葵ちゃん新品のわさびさ、半分以上使い切っとったよね。ガチ。美味しいとかのレベルじゃないってこと。怖い。怖い。本当に良くない。まあまあ。よし、行きましょう。はい。え。勝った順に場所決めるんだ。はい、あ、最初はグー、じゃんけんぽい。おー、やったー。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ、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 成長したな。いや、何も分かりませんよ。
私です。え、待って。もっと後輩に優しくしないから罰が当たる。葵さん2番目で選んだんですか？2番目。選ばせました。まひちゃんは？自分で選んだ。しそつきだからね。しそつき選んだらダメだった。私は最後の2個で、あずみが忘れてるかなと思ったんよ、うん、ナイフを綺麗に取っていった。だって明らかもうわさびだったもん、うん、でもあずみが選ばずに、うん、迷うことなかった。いや違いますどちらも綺麗な3本に入れました。そうだよね、結構濁ってたわけになった。いや風通しがいいね。ちょっと美味しかったね。あんちゃん自分でやってみて。え、なんかいや、あ催眠術であるやん、なんかこれが食べれるように辛くないようにみたいな。それやったけど見えた。お水いる人。催眠かけてた。今の催眠。多分催眠って自分でかけるもんじゃない。人にさせてやってもらうよね。それ多分自己感じ。なんか胃にダメージがある。ダメージ。じゃあ。美味しかった。お魚最高。お魚最高。魚天国。美味しいやつ。お寿司は美味しいな。本当に美味しいご飯でした。食さん食べたから頑張れそう。楽しい。こんな応援ができないですもんね。ついでみんなできない。食べに行きたくなったね。確かに。じゃあ午後の後とか開けないと思う。何時になるか分かんないよ。これオールするかもしれないですけど、マネージャーさんだけ良かったから大丈夫。パーティーしようか、後でしよう、マジで。え、マジする？え、どれか？ガチのドリブル。福ちゃんガチで開催するしたい。マジ？でも、え、結構全員年上じゃない？そうですね、マネージャーさんが行きたくて。マネージャーさんのおごりで、マジで。あ、かわいそう。今日お給料出したいの。かわいそう。あ、マイク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 だわ。やばい、ちょっと鼻かけてください。ダメージ、ダメージ負ってる、なんか鼻に来てる。ちょっと鼻かけてます。あ、ごめん。セーフでした。今かな、今来た。ヤッホー、やばい。皆さんご視聴いただきありがとうございます。やばい。あ、大丈夫です。大丈夫だよ。息してる？息をする心。はい。再開できそう？はい、はい、元気やな。はい、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 元気やな。ではでは、あ、じゃあ、おきちゃん、はい、応援の方を、はい、お願いします。おそび組。じゃあ、ロシアンルーレットでね、絆も深まったところで、はい、はい、次の曲に行きましょうか。はい、はい、いや、絆深まったけど、ちょっと胃がもうこれで8弦しかないよ。そうだね、超楽しかったね。よし、それではお願いします。曲がらない泡ついてしまった。
私から離れてくるみたい。
太陽の影になっている。金の羽が浮かんだ海を分ける。波の奇跡がゆっくり君への思いを引きずってく。都会の暮らしはやっぱり好きになれたいて、ため息つきながら言っていたのに、静かなふるさとで過ごしやすんで君は戻ってしまうんだね。長い髪を束ねながら、優しい言葉で引き止めるよりも、目を細めて見送ろう。よっしゃー、アルコール、いくぞー
をいただいたということでね、はい、ここからちょっとやりたいことがあって、はい、最後に私たちがいた私を残したくって、あの夢は片隅の中にっていう曲のツアーでやってたファンの方への振り付け講座のを YouTube に残したいので撮りたいと思います。イエーイ。はい、アズミはね初めてだと思うので、はい、ファンの方とね一緒の気持ちで、わかりました、一緒に覚えてくれて嬉しいです、はいはい、じゃあ今日の先生を発表します。先生はももちゃんです。ももちゃんです。もも先生です。よろしくお願いします。ここで判定の方がいいですか。そうだね。あれ判定になるとどっちでしたっけ。こっちだろう。恥ずかしいね、確かに。ああ、そうとか。はい。こっちか。ありがとうございます。それでは今から撮っていきたいと思います。それってその位置だっけ。 YouTube この間撮ります。持っていて、持っていて。うちのマネージャー事務所 NG だから。一応ね、遅刻可能性 NG だから。そうだね。じゃあちょっとガチで YouTube を撮っていくので。あいつ見える。やばい。ももちゃんとおきちゃんがいろいろにアップできるように頑張ります。すごいじゃん、ゆきりかのさ、スマホスタンドさ、公式と、公式よりすごいじゃん。大差ないじゃん。それで、いけるかな、準備中。これぐらい、もうちょっと、こうなりますか。あ、ナイス。あ、もう時間、え、無理。少々お時間をね、いただきます。ちょっと下げる、それが。ももちゃん、いつぶりこれしたの。ゆきりかこういうのを覚えて下げるの。ちょっと先生、そうだよね、可愛いんですけど。体は覚えてるので。そうだね。でも今でも結構ライブでもね、こうやってしてくれる人がいたり。私、あのオーディションの時に、うん、あの勝手に四国観光大使の前座で出たことがあるんですよ、うん、オーディションの時に。あ、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 前座でやった後にその先輩方のライブを後ろで見てたんですけど、その時ニホリンさんが先生で、ああ、やってました。めっちゃ覚えてましたから。そうだよ。そうだね、インコ先生とニホリン先生が、そうそうそう、役割分担があったもんね。はい、今日代わりにモモ先生が、モモ先生、ニホ先生はもう大人指導だったからね。大人指導結構ね、メンバーによってね全然違ったよね。ちょっとコンプラだったもん。え、そうなんですか。今から夜のみほ先生の指導ですみたいな。本当に。やばい、田中みほに怒られる。あ、じゃあちょっと筋張りますか。あ、一歩、もも先生以外一歩後ろで。はいはい。で、まひなとおきちゃんの間ちょっと開けてみる。開けた、ももちゃんちょっとそこに入る。まひちゃん映ってない。ももちゃんこっち。OK、あずみ一歩こっち。で、おきちゃんとまひなそっち。OK、もうそこからなるべく顔は動かないでください。これで全員映ってます。はい、はーい、ありがとう。これ回ってますか、もう。回した方がいい。じゃあ、はい。今から、夢をガラス瓶の中にのサビの皆さんが、ファンの皆さんが踊ってくださる振りを、もも先生が教えていきたいと思いまーす。おーい、では、サビ前のチャ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 ンって音で胸の前にペンライトを用意します。はい、はい、したら、左手が、あ、間違えました、はい、右手が上で、
私たちは反転で踊るんですけど、右手が上で、左手です。右手、はい、皆さんは右手が上で、車のワイパーのように動かして、チャ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 。夢を休みに寝て、海に流せば叶うかな。あれ波が4回か。はい。これを1回まず8回して、はいはい、4回かな。4、ワイパーを4回。あ、すいません。ちょっと取り直してもいいですか。はい、お願いします。取り直しで。4回でした。すいません。はい。はい、それでは今から、夢を片隅の中にのサビのファンの皆さんが踊ってくださる振りを、私たち四国観光大使が教えていきたいと思いまーす。イエーイ。それではサビ前のチャ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 って胸の前にペンライトを構えます。それで車のワイパーのように右手が上でこういう風に、これをチャ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 、夢をガラス瓶に入れて海にね、4回したら次は波を4回します。はい、チャ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 、夢をガラス瓶に入れて海に流せば叶うかな。では次はリズムに乗って胸の前でチャン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 ってしていきます。はい、叶うかな、いつかはちゃんと自分の元に帰るように。さすが。また胸の前にペンライトを用意して繰り返します。波が少しずつ運んで地球一周できるかも。で、その後は前に一周しながらギャルの伸ばし棒、ギャルの伸ばし棒でギャルの伸ばしを自分に向けて一周してシュー、で、もう一回釣り自分戻して2回あれをしていきます。はい、はい、スカちゃん、んどこでしたっけ。願いの強さとは巡り巡った距離で、この後もリズムに乗って遠いあの子踊っていきたいと思います。はい、はい、チャ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 ン、夢をガラス瓶に入れて海に流せば叶うかな、いつかはちゃんと自分の元に帰るように、波が少しずつ運んで地球に一周できるかも。願いの強さとは巡り巡った距離、遠いあの頃の純粋な気持ち。はい、それでは曲でみんなで踊っていきたいと思います。はい、自分の音に変えるように波が少しずつ運んで地球に
さんもぜひこの曲が、ね、披露された時にはメンバーと一緒に踊ってください。お願いします。お願いします。元に帰る
せーの。秋から冬への途中、僕たちは近道したつもりで、未来への曲がり角の優しさと風を忘れていたよ。さよなら。
なんか音は聞こえるけど。おぉえおすごいあ、仕込めた。じゃあこんな感じで。はい。こんな感じで。はい。おきちゃん、ともちゃん、勝手に四国観光大使に入って、一緒に活動してくれてありがとうございました。ありがとうございました。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。かわいい。すごい、みんなの写真も。本当だ。かわいい。めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。これ、私たちの色だよね、多分。はい。ね、嬉しい。紫とピンクで。ありがとうございます。ありがとうございます。幸せだね、なんか。本当に。ね。四国のみんなでこうして何かしたいなって卒業までに思ってたんですけど、うん、こんな素敵な企画を考えてくださって、うん、すごい今日めっちゃ楽しくて、うんうんうん、本当に今日みんなといろいろ思い出が作れて嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。マシちゃんがめっちゃ泣いてた。なんか最後って思ったら涙が止まらない。涙の感じ。こちらこそ。嬉しい。やっぱ四国のメンバーって本当に SA の中でも特にね、心が温かい人が多いっていうか、感受性がすごい豊かだから、一緒にいたくなるような空気感が本当に大好き。だから私も支えになりました、四国の活動が。ありがとうございます。帰ってきてね。はい、連れてきます。じゃあ分かります。ありがとうございました。はい、じゃあそんな感じでね、みんなで写真を撮りたいんですけど、はい、はい、ちょっと今だけいいですか、こっち向きで撮ったらいいですか。あ、おきちゃんのカメラを探します。あ、おきちゃんのカメラをなくなせば、ここでしか撮れますよね。ここで撮れそう。うんうん、一回ちょっとおきちゃんのカメラだけ向き変えます。あそこでね、つっまあまあ、顔が分かんなければ大丈夫。顔が分かんなければいいですよ。はい、もう大丈夫ですよ。はい、じゃあここね、どの辺でこれ外す。これ、あ、ありがとう。ここに置物が来て、こんな感じで、
ありがとうありがとうございます。これってそれぞれ読む感じ、それぞれ読む感じ。壇上王座読めます。13位、よいしょ。しみこさん、ありがとう。ちょっとこっちに移動して、はいはい、ありがとうございました。長時間見てくださって。それでは壇上読ませていただきます。こじこじさん、もとまちさん、よっちゃん、ごういちさん、つるめっこさん、ゆずきちさん、くまねパパさん、みきやさん、シーサーさん、きなぺこさん、ぼんちゃんさん、にゃたろさん、りょんきゅうさん、ぴろみんさん、ありがとうございます。見てくださってありがとうございました。四国ティーでした。たくさん、なんかギフトもありがとうございます。桜とか音符とか団子とか花束とかバラとかありがとうございます。はい、ご視聴いただき本当にありがとうございました。ありがとう、お疲れ、ありがとうございます。じゃあちょっとまた、はい、多分後でもう一回配信します。ありがとう、見てくれて。じゃあね、またね。